遠い昔、僕たち神は君たち子供たちの暮らすこの下界に刺激を求めて降りてきた。そして僕たちは決めた。この下界で永遠に君たちと共に暮らそうと。神の力を封印して、不自由さと不便さに囲まれて楽しく生きようってね。僕たちが君たちに与えられるのはたった一つ、恩恵という名のモンスターと戦う力だけ。与えられた子供たちはその神の眷属、ファミリアになる。つまり君は僕の眷属、ヘスティアファミリアのたった一人のメンバーってわけだ。聞いてるのかい、ベル君。ベル君、大ヒットアニメ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」がアクション RPG としてゲーム化。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、インフィニトコンバーテ。君は主人公ベル・クラネルになって、迷宮都市オラリオの地下に広がるダンジョンを攻略していくんだ。ギルドで様々な人から課題やクエストを受け、ダンジョンに挑む。アイテムや武器、サポートスキルを活用し、ダンジョン探索を進めていこう。当然経験値が貯まれば、僕たち神からの恩恵を得ることができる。ゲーム版ではベル君だけではなく、ロキファミリアのバレン・ナニガシ君の物語も体験できるぞ。ベル君とバレン・ナニガシ君、2人の物語が一つの物語に収束するとき、僕たちは大きな試練に直面することになるだろう。でも僕は信じているよ。ベル君があらゆる困難に打ち勝ち、自らの物語を紡ぐことを。ストーリーモードを終えた後のやり込み要素も充実。さまざまなキャラクターと交流をしたり、添い寝をしたり、温泉に入ったりできるエキストラダンジョンが開放されるんだ。まさに至れり尽くせりだね。でもベル君が僕以外の誰かと添い寝をするのはあまり見たくないな。そうだろう、ベル君。プレイステーション4、プレイステーションビータ用アクション RPG、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、インフィニトコンバー